皆さんこんにちは、さきです。本日は私のスキンケアを紹介していきたいと思います。私がですね、今31歳なんですけれども、31歳の私がよく肌を褒めていただくことが多くてですね、どんなスキンケアを使っているんですかっていうのを聞かれるので、ちょっと私の夜のスキンケアを紹介していきたいと思います。今ちょうど顔洗って本当何にも塗ってない状態なので、今すごく乾燥している素肌、本当の素肌のまんまでございます。なのでここからちょっとスキンケアを始めていこうと思います。ネイル取れちゃった。今の肌の状態はですね、ちょっとこの顎下にニキビが1、2個できてる状態でございます。普段あんまりそんなここまで私ニキビとか肌荒れとかを切るタイプじゃないんですけど、ちょっと食生活が乱れてたりとか、寝不足が続いたりとか、そういう日が続くとちょっとポツポツってできたりとかするタイプの肌です。肌タイプに関しては多分混合肌かなと自分では勝手に思ってます。結構皮脂も出やすいし、でも乾燥もするしって感じで、ただ敏感肌ではないのでお肌は割と強めの方です。ただちょっとね、赤みとかが結構、皮膚が弱いってすごいどこのクリニックとかに行っても言われるので、お肌は多分もともと薄くって、ここの毛細血管とかお肌とかもすぐ赤くなりやすいタイプの、割と赤ら顔のタイプかなと思います。スキンケアを始めていきます。まずはですね、お風呂上がりに一番最初に気を使っているのはコットンですね。私は25オーバーになってぐらいからタオルで顔を拭くのをやめました。こういうで取って、もう擦らずにこうやって拭き取ってからスキンケアを始めていきます。こういうタイプのやつで Amazon とかにフェイスシートみたいな感じで調べると出てくるんですけど、それで適当にたくさん入ってるやつを買って使っております。一番最初に使っていくのはまずこちらです。クレドポーのルセラムですね。これも有名どころだと思うんですけど、導入美容液を使っていきます。しっかりと顔全体にまずは美容液を入れていきます。もうね、導入美容液を塗らないとこの後にするトナーとかが入りにくいので、私は絶対にこちらは必須です。で、大体いつもクレドポーか、もしくはコスメデコルテの紫のやつを使うんだけど、毎日使うとお肌が慣れてきちゃったりとかするので、私はなるべくこまめに変えたりとか、お肌の状態とかを見ながら、やばい、つけまつげがついてる、お肌の状態とかを見ながら変えたりとかております。でもなんだかんだ一番すごく個人的にいいなって思うのは、こっちのクレドポーの方が私的には肌に合ってるかなっていう感じです。次に使うのがこちらです。最近買いましたアルビオンのフラルネってやつのフルリファインミルク EMエクストラモイストですね。こちらを使っていきます。アルビオンさんはですね、先行乳液のタイプで、先に乳液を塗ってからトナーを塗るっていうタイプのものが多いので、まずは最初にこちらの乳液を塗っていきます。コットンでやったりとかする方もいらっしゃると思うんだけど、私お肌擦るのすごく怖いというか、コットンの摩擦も怖いので、手に少し温めてからこう滑らすように軽くなじませていくようにしております。このミルクを全体に塗っていきます。首にも結構しっかりと、デコルテ周りとかもかな、コスメの撮影とかさ、デコルテとかもアップで寄ったりとかするので、すごくこのデコルテのケアも一緒に、ここまでが私の顔だと思っていつもスキンケアしてます。こういう感じでちょっとね、肌になじませていきます。アルビオンなんで最近これにしたかっていうと、全然いつもねバラバラなの、その時の肌状況とかによって変えたりとか、あとは常にスキンケアとか美容に関しては向上心を持っていろんないいものを探し求めていきたいので、一つに偏ることあんまないんだけど、なんかいろいろ探してる中でこれをお試しとかなんかでさもらったのかな、その時にすごく肌の調子が良くってこちらを使いました。私の母は昔からアルビオン信者で、すごく、スキコンだったりとか、有名どころはすごく使ってて、その中でもやっぱ遺伝とかのかな、わかんないけど、私にもすごくアルビオンさんの商品はすごく私の肌に合ってるなっていう風に思うことが多いです。で、こちらもアルビオンのフラルネのハイドロボムですね、のトナーになります。これもね本当によくって、なんかこれいろんなシリーズ出てるの、美白系のものもあるし、多分このタイプとか、あと乾燥肌とそうじゃないやつとか、多分さっぱりタイプとかモイストタイプとかいろいろあるんだけど、私は全部試した中でこの組み合わせの
ものが一番自分のお肌には良かったです。このトナーはね、セラミのなんかちょっとこうトロッとするようなテクスチャーのものが入ってるので、私あんまりさっぱりタイプ好きじゃなくて、ちょっとこういうトロッとしてる質感のトナーが好きなので、とても私の肌にも合ってるし、つけ心地もすごく良いしっていう感じです。みんなが思ってるほど美容クリニックとか特にそういうの通ってなくて、肌質改善というか、この小鼻のところのクリーニングというか、なんていうのワックスで剥がしてもらったりとか、スポットで行ったりとかすることあるんだけど、それも別に毎月通ってるわけじゃないし、レーザーとかそういうのも本当たまに1年に1、2回やるかやらないかぐらいで、特別なこと特に何もしてないんですよ。で、特に私の肌がなんかそういうレーザーとか、あとなんか機械系のものを使ったりとかすると、皮膚が弱いから逆にすごいね、シミが余計出たりとか、肌が荒れやすくなったりとかするので、あんまりこういった美容手術みたいなのはしておりません。若さの秘訣というか、お肌の秘訣も、まずその1、年齢を気にしない。好きなことをする。で、満たされる。たくさんの友達、いい彼氏、愛してくれる家族に囲まれて幸せな日々を送るっていう、それが若くいる秘訣かなと思ってます。あとは、当たり前のスキンケアを毎日当たり前にするっていうことの積み重ねが、私の身の中で一番大切なことかなと思っております。まあ、大体私はこれを2回ぐらい塗ります。そしたら、その次にこちら使っていきます。トイレのこのパックは超いい。韓国行っていろんなパック買うんですけど、結局ね、なんだかんだこのトリデンに戻ってくる。で、これ別にオリーブヤングだけじゃなくて、日本のアットコスメとか全然日本でも売ってるから、ぜひちょっと試してみてください。そんなにこっくりしてないから、もたつくなみたいなのもないし、かといってなんかさっぱりしすぎてるわけじゃなくって、結構水分爆弾って感じになってお肌は整うので、これをこういう感じで貼っていきます。シートマスクってさ、でかいよね。特におでことか狭いからさ、基本的に毎晩私はパックします。朝の、まあ、朝用の部分パックみたいなのするんだけど、夜はこういう大きいタイプで露出していきます。しっかりとね。で、こうやって落ちたやつは、まあ、デコルテとか肩とかに馴染ませる。顔はちょっと摩擦とかでシワになったりとかの原因になるので、顔はマッサージしないんですけど、首だったりとか、私特にすごくね、ここの肩ボトックとか結構定期的に打ったりとかしてて、3ヶ月とか4ヶ月に1回、韓国行った時とかにね、打つんですけど、肩こりがマジひどくて、ここマジですごいガンダム並みに太いの。だからここのさ、もっこりをなくすためにリンパ流して、ちょっと頑張ってこうやって流してます。この肩とかね、あと脇部分とかもこうやってそのマッサージしたりとかしてます。こうやっていっぱいこうやってね、シートマスクをね出したり、体中に黒を塗っていきますよ。で、明日セレブの撮影がありまして、朝5時半起きで、あと5時間後に起きなきゃいけないんですけど、保湿を全身しっかりして明日の撮影に挑むっていう感じになります。こうやってね、脇からこうやってね流すの、こうやって。で、私巨乳じゃないからさ、全然巨乳にはならないというか、あんまりそういうのも参考にはないと思うんですけど、こうやって流すことによってですね、皆さん年齢とともにこの二の腕とか気になりますでしょ。鋭利な傘とかもスキンケアとともに行うマッサージで綺麗になっていくということになっております。なんちゅう姿で話してんのって感じなんだけど。で、そんな感じでパックしてる間に、私のバスタイム中にするスキンケアのものをご紹介していきたいと思います。まずですね、週に 1、2 回はこれを使ってます。今日も使ったんだけど、これデオスキンのスクラブですね。こちらはスクラブなんですけど、結構のせるとじんわり暖かくなって、ちょっとヒリヒリする感じ。なんでヒリヒリするか正直分かってないんだけど、すごくヒリヒリするんですよ。なので結構優しく、もう本当滑らすかのような感じで、こうやってこのスポットの部分、小鼻だったりとか顎だったりとか T ゾーンだったりとか、毛穴が気になる部分にのせていっております。私はちょっとやりすぎた時にすごくお肌が逆に荒れてしまったので、必要な角質は残しておけるように週に1回ぐらいにしております。あとは化粧落としですね。化粧落としはこちらです。コスメデコルテのこちらです。まあ言わずと知れたやつなんですけど、こちらのクレンジングクリームを使っております。私はクリームとかミルクタイプが好きですね。あんまりジェルとかオイルとかが好きじゃないです。オイルなんて使った日には私も肌ボロボロになるし、ニキビできるし、クレンジングシートみたいなやつとかで化粧落とすと、もう本当にもってのほかなので使えません。洗顔はこちらです。カバーマークのミネラルウォッシュっていうのを使っています。
使っております。これは可もなく不可もなくって感じで、特段めっちゃいいなとも思わないし、別に悪いこともないしって感じで、なんかすごく目に見えた効果がある最高って思う洗顔ないかなと思って探してるんだけど、別に洗顔ってそんなになんか悪いものもなくならないし、かといって目に見えていいっていうものもなかったりとかで、あまりわかんないです。で、私はだいたい 2,30 分ぐらい放置して次のスキンケアの工程に入りまして、このパックをしてる間に私はストレッチを30分間しなきゃいけないので、私はストレッチをしてまいりたいと思います。ストレッチが終わりました。ちょっとまだ時間残ってるので、こちらのボディミルク塗っていきます。こちらはアルビオンのボディミルクですね。 Twitter でお肌が白くなるっていうか、ホワイトニング効果があるみたいな感じを書かれてたので、お肌に塗っていきます。乾燥しやすい季節ですのと、あとはこちらもコスメの撮影で結構冬でもですね、上半身の肩だったりとか出したりとかするので、私はこれをお肌にで参ります。結構これね、お肌自体もね柔らかくなったりとかするので、デート前とかにすごくおすすめです。しっかりこうやってリンパ流しながら、肩を鋭利になれって言いながら流していきます。これで白くなったかどうかわかんないんだけど、こんな特段効果があったかどうかはちょっと未だ分かっておりません。ただまあ続けることに意味があるかなと思い、こちらをやっております。こういう感じで鎖骨のリンパ流して毎日ゴリゴリやっております。なんかさ、みんなスキンケアとかそういうのをね毎日やってすごい大変ですねって言われるんだけど、私このやってる時間すごく好きで、このルーティンというか生活の一部になってるからね、すごくね楽しいんだよね、この寝る前のこの時間が。逆にこれをやらないとちょっと不安というか整ってない感じ、全てのこの過程をしてやっとむくみとかが取れないとか、すっきりとした自分で毎日を過ごせるって感じなので、本当にこれを1工程でもサボったりとかすると本当にすぐ顔パンパンになるの。なのでちょっとこちらは怠らずに毎日頑張っております。ということで、こういう感じでパックをし終わりました。顔全体になじませてます。ちょっとこうやってね乾かしてから次の工程に行きます。続きましてはこちらのセラム、シャネルのナンバーワンドゥシャネルです。これはアンチエイジングとかに良いものになります。だいたい2滴ぐらい垂らして、これすごいいい香りなの、使ってて、ね、気分も上がるしすごくお気に入りです。で、結構さっぱりしてる。あんまりベトベトギットギトなのが好きじゃなくて、オイル系が好きじゃないので、こういうさっぱり系のとろみセラムが大好き。最近は、やっぱ30も超えたのでアンチエイジング系のものを使うことが増えました。昔はなんかニキビだったりとか鎮静効果があるものとか使ったりとかしてたんだけど、最近はほんとハリとかそういったものを使ってます。あとは日によってこちらのオバジェ25を使ったり使わなかったり、朝は絶対使うんだけど、夜はその時のお肌の状態、毛穴ちょっと開いてるなとか、小鼻の赤みすごいいつもより気になるなって時とかはさっきのオバジェ使ったりとかしてます。次がこちらですね、アルビオンのこれは美白美容液です。これは美容液なんだけど、ちょっとこういうクリームっぽい感じのグルタチオンが入ってるみたいで、お肌のトーンアップ良いかな。これは多分グルタチオンが入ってるといえども、表面的に塗るだけじゃ意味ないので、ちゃんとお薬とかで体内に常にいる状態じゃないとあんまり効果はないらしいんですけど、私はちょっとお気持ち程度に一応塗っております。で、結構さっぱりタイプなのでこれも使いやすいです。この次にまだ乾燥するなって時はリジュラン使ったりとか、すごいねサーモンのエキスかな入ってるやつで、すごく潤いがいい、そんなに高くないし、とにかく潤いだけど、今日はそんなに特段乾燥してないので省きます。で、こちらヒールズですね、ヒールズのレチノール使っていきます。黄色、これをちょっと気になるこの白だったりとかに塗って、こういう感じで優しく広げていきます。これ今紹介してるものとか、私毎日同じのを使ってるわけじゃなくて、ほとんどベース化粧水とかは一緒なんだけど、夜と朝まずスキンケアを分けるんだけど、工程が違うからさ用途によって分けるんだけど、プラス美容液とかに関してはこの時のお肌の状態で鏡の中を開けると棚があるんだけど、4段分ぐらい本当にぎっしりスキンケアのアイテムが詰まっておりまして、それをその時のお肌の状態によって変えていくみたいな感じにしております。今日の私のお肌の状態と、あと割とベーシックに使いやすいものを今日紹介してます。こんなにもね
紹介してるもので高かったりするものとか値段がまあそこそこするものも結構あったりとかするんだけど、正直値段を気にして化粧水とか使うアイテムの量をケチるぐらいだったら安くてもいいからたっぷりとお顔に使えるもの、贅沢に使えるものを選んでもらった方がいいと思います。私はやっぱスキンケアなのでプチプラのもの紹介したいなとかいろいろ思ったんだけど、私が本当にいろいろ使ってきた中でいいと思ったものを紹介したい。それしか私ができることがないので、私の見解でいいなって思ったものを今回は紹介しております。なので特に値段とかコスパがいいものとか値段縛りっていうよりかは本当にお肌にいいなって思ったものだけを紹介しております。続いてこちらです。これは韓国のブランドのもので、これはもう何本も使ってます。私の中では一番シワとかに効果的な、これとかはすごいねお値段もね割と優しめなものです。これすごい首のねシワとかにもすごく効いた、私的には効果があったなって思ったものです。オリビウムの購入品紹介でも紹介したんだけど、これすごく良いです。こんな塗り方、なんか塗りすぎても良くないってよく言うんだけど、良くないなって思いつつも塗ってしまう。必要な部分にちゃんと適量塗っていれば工程が多くてもいいでしょうということで、おでこのシワと目のシワでしょ、ほうれい線のところに塗っていきます。では待ったら伸ばす感じです。で続いて使うのはこちらです。これはポーラの BA アイゾーンクリームですね。これ高いんだけど、なんか年々ねここの目のふっくら具合というかへこみっていうのかな、元気がなくなってくるのよ、脂肪がねどんどん取れてくるから。なのでここのくぼみの部分にこれを塗ってあげて、あげてふっくらさせるっていう、目の下とかも脂肪とかもさやっぱなくなってくるじゃん。そうするとクマの原因になったりとかするので、こういう感じでやってあげます。でこちらに関してはまだ目にお悩みじゃない方とかは使う必要ないかと思います。でもこちらは使った方がいい。これもポーラのリンクルショットメディカルセラム N ですけど、目のシワだったりとか小じわとかにアタックしてくれるものになります。ちょっとシワを伸ばしながら優しく作っていきます。シワになってからじゃ遅いから、シワになる前に皆さん塗りましょう。今ちょうどねこれねネイルがね中指と人差し指が取れてくれてるのですごく塗りやすい、すっごくこってりしてるね塗り心地で、アイクリームには最適です。こちらのほうれい線ですね、上に上がれっていう感じで、おでこ、こんな感じです。そしてこちらです、大好きコスメデコルテのリポソーブですね。これはもう大谷翔平さんが使っていて話題になったやつで、プラス3時間睡眠をとったかのようなお肌みたいな感じで打ち出してたんだけど、確かに本当に二日酔いの時とかスキンケアをする余裕がないみたいな時とかも洗顔してこれだけ塗っとけば、まあとりあえずその日なんとか生きていけるっていう感じで、クリームに関しましてはもう蓋なのでですね、もうしっかりと惜しまずに顔全体にしっかりと塗っていきます。1ミリも惜しみません。しっかりとこんな感じで蓋をして、首にもしっかりデコルテにもしっかりと塗って、そしてまだあるんかいって思ったんですけど、その後にこちらです。これはハワイで買えます。これはクリアアイズっていうやつで、赤い充血してるお目目とかにすごく良いです。私目白目がね、白い方が絶対可愛いと思ってて、私目が濁り、年々ね黄色くなってきたりとか濁ったりとかするのと、あと私これコスメの撮影のさ時に目アップになった時とかに修正とか大変だったりとかするので、白目を維持できるように、白目が白いだけど本当に若々しく見えるので、皆さんちょっとこれ使ってみてください。リップはこちらです。トゥーフェイスドのピローバーンのトリートメント CV 流にトリトを塗って、OK です。これで、ね、私のスキンケアが完成しました。ピッカンピッカン、ツヤンツヤンって感じで、すごいでしょ、油塗ってるんかってぐらいピカピカなんですけど、このくらい私は夜スキンケアをしております。でもこれをやると朝起きたらもう肌のコンディションがグッドになってるので、普段すごく褒めていただけるお肌になりたいと思った方はぜひこちらを使ってみてください。まあ、ただ私いろいろ紹介してる中でもコスメでもそうだしスキンケアでもそうだし何でもそうなんだけど、やっぱ自分でいいものを一
1話を見つけるっていう工程がすごく大切だと思うし、誰かが言ってたからいいっていうかは本当に自分が使っていろんなものを試してみていいものを見つけていくのが一番だと思うので、まあこれが一つの参考になればなという感じです。よく聞かれるまつげ美容液なんですけど、私まつげ美容液はつけません。なんか正しく使い方すれば大丈夫らしいんだけど、結構物によって目の下が赤くなって色素沈着したりとか、なんかそういうことが結構多かったりとか、眼瞼下垂とかも結構怖かったりとかするので、私はちょっと美容液は使っておりませんって感じなので、私のスキンケアは以上になります。はい、喉乾いた、喋りすぎて。ルイボスティー、むくみが取れるからね。はい、ということで本日のスキンケア動画はいかがでしたでしょうか。皆さんぜひ参考にしてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。おやすみなさい。